それでは時間になりましたので、2023論文本試験を切るを始めさせていただきます。民法を担当いたします、専任講師の豊岡といいます。どうかよろしくお願いいたします。そしてですね、今回論文本試験受験なさいました全国の受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。少しは疲れ取れましたかね、少し落ち着きましたかね。で、今回ですね、この論文本試験を切るで、また改めてですね、今年の本試験の問題についていろいろね、解説を加えてまいります。おそらくね、もうすでに大半の方がね、論文最終日の晩に行いました書簡ライブ配信ですね、あちらの動画もご覧になられているかと思いますけども、今回ですね、この本試験を切るの方ではですね、こちらね、このレジュメを使ってさらに掘り下げて見てまいりたいと思います。皆さんお手元にありますね、こちらご用意ください。では早速ちょっとページめくってみてください。3ページです。3ページちょっと開けてみてください。こちらですね。で、ここにご覧の通りこの主要論点が上がってます。主要論点ですね。で、これ1問目なんですけども、設問1が日常家事で、設問2が無権代理と相続で、その中の本人が無権代理人を単独で相続した場合、ね、この論点、ね、これが1問目で出ました、ね、で、2つとも、ね、高架け民法に載ってますけども、ただ正直言いますとね、私この設問1の日常家事ですね、これ正直して私出ると思ってませんでした、ね、ちょっと意外な感じがして、で、なんで出ると思ってなかったかというと、この日常家事って書きにくいんですよ、非常に書きにくい。だから今の本試験の傾向に照らすと、ちょっとね、ちょっと出ないかなと思って、ね、そういうふうになつもりでいましたら、ちょっと出てしまったということで。でも一応これ、高架けにも載ってますんでね、高架けしっかりやっておかれた方はね、とりあえず、なんとか最低限のことは書けたんじゃないでしょうかね。で、それに対して、こちら、設問2の無権代理と相続。これはもうしっかり書けないと。ね、もうこれ、本当に一気にね、差をつけられてしまいますから、これは大多数の方がね、それなりの論書をお書きになりますんで、ね、ですからもう設問2、これはもう当然書けてね、当たり前で。問題は、この設問1の日常家事ですね、日常家事。これをまあどんだけね、書けたか。これも厳密に言うと論点3つありましたね、日常家事は。1つ目が761条の日常家事の意義。で、2つ目が761条は夫婦相互に代理権規定してるのか。で、3つ目が規定してるとした上で、その代理権を基本代理権として110条の表権代理が果たして認められるのか、この3つを聞いてますんでね。で、3つとも欠けた方っていうのは、私正直申し上げて少ないと思う、はっきり言ってね。ただ1つ目の761条の日常家事はね、当たるか、これはやっぱりちょっと書いてほしいんですね、書いてほしい。そんなところで、まあ、とにもかくにもね、ちょっと設問1の方はね、まあ、ちょっと書きにくかったなと。したがって、私正直申し上げて、こちらの設問1はあまり差がつくと思ってません。設問2ですね、これも書けて当たり前で、あとは設問1で、この3つの論点のうちどこまで書けるか。ね。これで1問目の、まあ、勝負が決まるかなと。で、あとちょっとね、これ触れておきますと、この特にこの、設問1のね、この日常家事の方なんですけどね、これ110条の表権代理の成否を聞いてるんですけど、これライブ配信でも喋ったんですけど、条文がね、ちょっと戻っていただきますと、1ページですね。1ページ。これ見ていただきますと、109条が上がってるんですね。109条が上がってる。これに触れたって方いらっしゃいますかね ?109 条。あ、やっぱいるか。なるほど。ただこれね、ライブ配信でも私喋ったんですけど、問題文を読む限りはね、この代理権授与表じゃちょっと伺いにくい。だからもし書くとしたら、仮定ですね。場合分けです。もし授与表示があったらって形でご自分で問題設定して書くしかないんだけど、ただこの問題文見る限りはそこまで書くのはちょっと厳しいかなってことで。で、あと、皆さんこれもいかがでした？次のもう一回裏のページ、今度2ページですけど、116条です。これ使いました ?116 条。これ。追認すると、ね、これ訴求的に有権代理になるよって規定なんだけど、これをね、この C の反論の手段として書いたとかって言いますかね。これはちょっと違うなと。これ完全に他力本願ですよね。本人が追認した場合確かに、ね、訴求的に有権代理になるけども、これをもって相手方 C のね、反論の手段っていうのはちょっと厳しい。
だからそうすると109条と116条ちょっと使う場面ないんじゃないの、そんな感じです。であと2問目の方でね、あの借地借家法の条文オンパレードで聞いてますけど、やっぱり2問目の方もね使わない条文がありましたね。借地借家法で1条とか結構使わない。だから何が言いたいかというと、来年ですね、来年また受けるよって方はまたね使わない条文が問題文の下の参考条文に載る可能性があるよってことはちょっと知っておいてください。今まではほとんどこういうことなかったんですよ。ほとんどが使う条文、あるいはある使う条文の説明条文としてね別の条文が載ることはあったけども、今回みたいに鼻から使わないっていう条文載るってのはほとんどなかったんですよ。だからね、ちょっと来年ね受けるよって方はちょっとこの辺はね覚えておいていただきたいかな、そのところです。まあ、これが1問目ですね。で続いてちょっと今度2問目いきます。で今度このレジュメですね、もう一回ねご覧ください。今度10ページ上げてみてください。2問目いきます。今度レジュメ10ページですね。よろしいでしょうか。で一応ねこんな感じでざっくり主要論点をね列挙いたしました。で設問1で借地借家法10条1個、これ書けましたね皆さんね。これ書けてなかったらもうちょっと厳しいですよ、今年の民法。いいですね。これはね、もう、レックのね、入門用の合格基礎講座でも私がっちり喋ってますし、あとそもそもこの借地借家法10条1項時代の論点もありましたね。覚えてます?他人名義です。他人名義の登記に借地権の対抗力が認められますかっていう論点。これ、効果権に載ってる。典型論点。だから、皆さん、効果権のね、あの典型論点勉強してるときにもこの借地借家法の10条1項ってすでに学習してるんですよ。だからこれを知らないっていうのはねもうちょっと厳しいなと。でねちょっと触れときますと、この設問1ですね、借地借家法10条1項を聞いてるんだけど、この中で賃貸人たる地位の移転書いたって方います？こんなにいるのか。これ問題になりませんよ。なんでかっていうと、ちょっと問題文見てください。こちらやっぱり言いましたね。こちらね、レジュメの7ページです。レジュメの7ページの問題文ね、設問2のところですね。あ、ごめんなさい、設問1ですね。設問1の問題文見てください。公土地の新所有者、所有者 C はね B に対して乙建物を収拠して公土地を明け渡すよう請求したって書いてあるでしょ。これ明らかにこれ所有権に基づいて返還請求してる、いわゆるこれ物件的請求権行使してるんですよ。であれば賃貸人かどうかなんて関係ないでしょ。だから賃貸人たる地位の移転なんて問題にならないんですよ。これはまさに私が普段講義で申し上げてる民法の問題考えるときは物件という側面と債権という側面、両側面から問題を考えるんだよって言ってきた。まさにこれは物件的側面で考えるべき箇所なんですよ。それを賃貸人ってことで債権の側面で考えてどうするんですか。わかる。だからこれはね、この物件的請求権聞いてるわけだから賃貸人かどうか関係ないってことで、賃貸人たる地位の移転は問題になりません。ただね、今皆さん正直言ってあげてくれたんだけど、おそらく他にもね書いてる人いると思う。だからじゃあ書いたら大減点かというと、そんなことはない。やっぱりいつも言ってるようにこの試験どこまで行っても相対評価だからね。だからとにかく借地借家法10条1項を書いてて、その上でね賃貸人たる地位の移転を書いたっていうんであれば、まあ多少減点はされても致命傷には絶対ならない。だからあんまり気にしなくていいです。いいですね。でそれよりもね、設問2の丸1ですね、こちらね。でこれもねライブ配信で随分喋ったんですけど、これははっきり言って宅建とかね、あとまあ不動産系のね、あの資格試験の勉強で借地借家法を勉強していた方、圧倒的に有利ですね。圧倒的に有利。もうその知識だけでほぼほぼ書けちゃいますもんね。ただじゃあこの参考条文に上がってる借地借家法の条文を実際に理路整然とつなぎ合わせて三段論法を踏んで処理できますかっていうと、あとこれ別問題だと思う。結論はすぐ出せてもきちんとね、こうやって論証できるかってのはまた別問題だから。だから私は正直言ってこの設問時の丸一ですね、丸一についてはあまり差がつかないと思う。でもっと言うと、おそらくこの設問時の丸一ですけども、
この正当事由ですね、正当事由の有無でおそらく死刑院が大幅にね、ちょっと戻りますよ、配点を振ってると思う。レジュメ9ページの6条ですね、見てください。これレジュメ9ページの釈地釈迦法6条です。6条で、ここで正当の自由がねあると認められる場合でなければ、この更新拒絶ね、上のこの5条1項正し書きのこの異議ですね、これが更新拒絶ですよってね、所管ライブ配信でもお話をいたしましたね。これは認められない、認められない、借地権設定者賃貸人に認められないってことで、ここをねしっかりと問題文からね事実を引っ張って丁寧に当てはめをしてれば、私はこの丸一はね点数つくと思う。なんでかというとね、一応皆さんもこうねこの丸一については回答例、私が書いた回答例をご覧になって、こんなに借地借家法の条文拾ってつなぎ合わさなきゃいけないのかとね驚かれたと思うんだけど、ここまでできる人ほとんどいないと思う。だから差がつかない。いつまでいつも言ってるけど、この試験はやっぱ相対評価だから。じゃあ試験はどこでこの丸一について配点を大きく振るかったら、やっぱり誰もが書けるこの認定ですよ。正当事由の借地借家法6条のね正当事由の認定ですよ。そこに大きく配点振ってるから、そこさえ書けてればいいですね。もう一回言いますよ。そこさえ書けてれば、この設問のね括弧2の丸一についてはそれなりの点数がつくと思う。仮に借地借家法3条9条5条に触れてなくてもです、なくてもこの6条だけ触れて正当事由の有無を問題文からしっかり事実として引っ張って当てはめをして、結論はっきり言ってどっちでもいい。ただ一応所管ライブ配信でも喋りましたけど、試験員はね立ち退き料払うつもりがないというふうに書いてあるから、一応正当事由を否定する方向でね答え書いてよってことなんだろうけど、でも結論はっきり言ってどっちでもいい。一応それなりに理屈を転がして当てはめができてればね、正当事由ありってしてもおそらく大減点はされないと思う、ね、だからとにかくこの丸一についてはね、この正当事由ですね、こちらここですよ、ね、でもちろんその前提としてね、この回答例に私挙げたように、まずそもそもこの借地借家、あ、ごめんなさい、この借地権ですね、失礼しました、借地権、これ最低30年だよ。だから本件みたいに20年って定めても、借地借家法9条でね、これは借り主に不利ってことで無効になって、原則である3条本文でね30年になるんだと。これをしっかりかけてればもちろん相当ね加点にはなろうかと思いますけども、皆さんできましたかね、これね。まだね試験終わってあまり皆さんからねその辺の声が届かないんで、私もあんまりね言えないんですけどね。でもやっぱね繰り返しになりますけど、これ借地借家法の条文知ってた方はかなり有利だったな。でもね間違えてほしくないのが、試験員は決してね宅建受けろとかねそういうこと言ってるわけじゃないんですよ。やっぱり一応この借地借家法もねこの試験範囲に入ってます。民法の出題範囲に含まれるんで、一応これぐらいの条文はね一応知っときなさいよね、そういう意味だろうと思いますんで、一応丸一についてはまあこんなところですね。せっかく2の丸一ですね。とにかくね繰り返しになりますけど、この正当事由これだけ書けてればとりあえずね丸一について点数はつくというふうに思っていただいてよろしいかと思います。あと続いて今度丸二の方はもうこれ自動的に答え出ちゃいますね。これ結局借地権が30年に伸びる、すると今回こちらね、これもライブ配信で喋りましたけど、この7ページですね、7ページのこの令和32年西暦2050年11月30日まさに契約を締結してから丸30年ですね、30年後のこのね存続期間満了日当日になると。だからねこれ更新請求が認められるね、この借地権設定者 C のこのね更新拒絶が否定されて、もし B の更新請求が認められれば、これは1回目の更新ってことだから、借地借家法のこちらね条文見てください、9ページですね、こちらね4条です。4条本文の括弧書きで20年になるよ。でこれはもう自動的にほとんど答えが出ちゃいます。いかがでしょうね。まあ本当にねなんかあんだけ一生懸命ね賃貸借にしてもね
皆さん勉強なさったと思うんですけど、なんかちょっとこう報われなかった感はありますね。私だからちょっとこの機会にね、ちょっとあえてこれ声を大にして、おそらくこれ国交省の方もねお聞きになると思うんで、これはちょっと申し上げておきたいと思います。ぜひ受験生がもっと報われる問題出してください。お願いしますね。一応こんなところです。で最後まとめいきます。でちょっとレジュメのね11ページちょっと開けてください。こちらまとめです。11ページですですね。でここまとめってとこ見てくださいね。問題2はね、問題1と異なって当然全体的に受験生の出来良くないと思われますね。したがってこの今回の今年の民法ですね、これは問題1でどれだけ点数を稼げたか、まあこれが大きなポイントになると思いますね。これさっきお話しました。で昨年の2022年ですね、論文本試験における民法の平均点は 50.5 点であったが、今年はもっと下がると思います。下がると思う。で実際ね、これちょっと最新のデータちょっと皆さんにご覧いただきたいんですけども、これ皆さんにねご協力いただきました自己評価アンケートですね。これさっきスタッフからちょっともらいましたんで、これちょっと写しておきますよ。よいしょね、これ皆さんにご協力いただきましたね。これ本日のよいしょこれですね、15時現在です。また途中経過ですね。でちょっと上見てくださいね。お聞きしますよ。これ1問目です。1問目でこれ皆さんからねこれアンケートね送っていただきました。でほぼ関東に近い 16% で 7,8 割はかけた 44% 半分くらい 37% ってことで、とにかくねもう 7,8 割以上かけたっていう方がだから 60% ぐらいいるわけですね。だから結構皆さん強気ですねこれね。本当かって感じですけど、私はおそらく設問1のさっきも言いましたけど、日常家事はね結構皆さんできてないと思いますよ。できてないと思う、ね、でも一応皆さんの主観としてはね結構1問目は手応えがあるんだな、これはいいと思います、ね、で2問目見てください。こっちはちょっと悪いですねデータがね。見てください。ほぼ関東に近い 2% で 7,8 割はかけた 40% で半分くらい 44% ってことで、こちらは半分くらいって方が一番多かったですね。だからやっぱりね、2問目できてないんですよ。できてない。だからあんまりね、点数そんな気にしないでください。おそらく皆さんの大半の方がね、今年の民法で絶対点数稼いでやろうと思ってたと思うんですよ。でも、実際こんな難しい問題が出ちゃったから、当然ね、平均点下がる。したがって、ちょっと皆さんね、点数のちょっと修正を行ってください、ご自分で。ね。で、あとで他の科目と。全部合わせてね、ちょっとご自分の今年の合否ね、ちょっとそれを考えるようになさってみてください。で、じゃあ以上で終わります。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、講師の森田隆二です。すいません、ちょっと声がですね悪いですけども、ちょっと今日合格基礎、2個やってきて、臨んでるということで、すいません声悪いですけど、ご了解いただければと思います。で、私の方からは経済学ですね、お話しさせていただければと思ってるんですが、まあ所管となるべく被らないようにということで、まあ今回私の方では2点ですね。お話しさせていただければと思ってるんですけども、何をお話しするのかっていうと、まずどれだけ的中したのかということとですね、でそれからあともう一つが合格ラインですね、大体どれぐらい取れてほしいのかと、この2点ですねお話しできたらなというふうに思っております。ではちょっと映させていただきますけども、まず問題1ですね、こちらなんですけども、括弧1、括弧2というふうに、まあ、2つあるわけなんですよね。でやっぱりこれは例年のですね玉田先生の出題の形態なんですけども、1つのですね問題1からですね2つのテーマということで、やっぱり絞らずにですねきちんと勉強された方が得点を稼がれてたのかなっていうことで、まあ、例えば玉田先生の初年度であればゲーム理論と不確実性、昨年であれば公共財と情報の非対称性ということで、今回も、まあ、それと同様に、生産者のお話、それから外部性のお話、これが出題されているということですね。で、
生産者の話はこの合格の指針のところ20ページになりますけども、私ですね、書いておいたんですけども、後ほどちょっと見ていただければと思いますが、昭和の時代まで遡るんですよね、生産者の理論の出題っていうのはね。ですから、まあ、生産者なんて出ないだろうっていうふうに、まあ、多くの方も思ってたのかもしれませんし、まあ、私もですね、まあ、実はちょっともう出ないんじゃないのかなっていうふうに思ってたところがあるんですけど、ただね、いろんなところで警鐘は鳴らさせていただいたんですよね。試験対策講座の抜粋ということで、まあ、つけて おいているんですけども、まあ、生産者の理論、これの重要性は言っておりましたし、それからですね、これも先にちょっと忘れないうちに申し上げておきますと、33ページですね、論文実践答練で、必ず論文実践答練の全3回でですね、消費者と生産者はやるようにしてて、で私今回はですね、費用最小化の論述問題をやってたんですよ。だから計算問題にしとけばよかったなっていうのがちょっと私残念なところだったんですけどね、論文実践答練の第2回目でですね、費用最小化の問題は論述 で通常の利潤最大化の問題を計算問題にしたんですよ。だから逆にしとけばまさに的中だったんやなっていうふうに今年の本試験見て思ったんですけど、まあ、ただですね、なんで費用最小化の方を論述問題にしたのかっていうと、費用最小化って結局効用最大化の逆なわけなんですよね。ですから効用最大化の問題ができればですね、別に応用すればできちゃうと。効用最大化の問題は的中答練とか公開模擬試験とか散々やってますんで、まあ、従ってまあいいだろうということで論述を出させていただいたということなんですけど、まあそこがねちょっとあだになっちゃったところではあったんですけどね、まあ一応こう触れてたということで、まあ私としてはですね、この括弧1の1、2、3とありますけど、まあ大体どれぐらいなんですかね、まあ1問7点とか6点で考えてですね、まあそうですね、丸一番はそうですね、まあ、3、4点ちょっと取っていただきたいところで、で丸二番はちょっとこれから触れていきますけど、まあ、ちょっと計算問題そんな難しくないんで解けてほしかったかなっていうことと、で丸三番のですね、費用最小化っていうのは先ほど申し上げましたように効用最大化ができれば解けるところかなっていうことで、これもまあそうですね、7点が満点だとすると5点ぐらい取ってほしいかなっていうふうに思いましたね。でね、丸一番からちょっと触れていきますと、規模に関して収穫一定と、こんなの知らんと言われる方いらっしゃるかもしれませんけど、私今年経済成長が結構危ないかなっていうふうに思ってて、公開模擬試験のですね1回2回目でね、規模の規模に関する収穫一定について出題してたんですよね。それがですね、これですね、40ページになりますけれども、40ページで規模に関して収穫一定であると、例えば規模に関して収穫一定とは何々っていうふうに書いてあって、で規模に関して収穫一定のですね細かい計算に関してはですね載っけてなかったんで、計算はちょっとできませんでしたと言われる方は多いかなっていうふうには思いますけども、まあただもっと難しい計算してますからね、的中答練とか総ざらいでは。だからまあできてる方はできてるかなっていうふうな希望的観測を私は持っておりますし、まあ、あと最悪このね、生産要素の投入量を2倍に増やせば生産要素も2倍に増える、生産量も2倍に増えるっていう、そこだけかけてれば 2,3 点絶対入りますよ、ね、だからこれも、公開模擬試験第2回目ですよ、ね、公開模擬試験の2回目でやったことっていうのは多くの方はね、レック生であればやってるとは思いますんで、やってると私はちょっと信じてるんですけども、なのでまあなんかこうその辺か書いていただけたのかなというふうに思っております。で丸2番のところですね、これはですね、例えば23ページですけども、今回ですね、この費用最小化でそれこそ論文実践答練の第2回目で出したこのグラフそのまんまで、ごめんなさい、論文実践答練の第2回目のグラフそのまんま持ってきたんで、生産量が X っていうのが論文実践答練のやつで、本試験は Y ですから、ごめんなさい、ここ、X を Y に修正していただければと思います、ね、で今回 Y が36、これを目指してるんですよね。今回 Y が36、これを目指してて、資本の量が16であると、資本の量が16で Y が36を満たす L を求めなさいっていうのが丸2番ですよ。で Y が36ね、で K が16、
だから生産関数に Y36 と K16 ぶっ込んで L について解けば解けちゃうじゃないですか。だから普通の計算問題ですよね。 Y が与えられている、 L も与えられている、あ、ごめんなさい、 K も与えられている。だから Y と K のところに数字ぶっ込んで L について解けばよかったということ でこの計算も2分の1っていう数字が出ておりまして、それでびっくりしちゃう方もいらっしゃるのかも分かりませんけど、でも総ざらいでも適中でもどこでも、コブダグラス型の、消費関数生産関数はやっておりまして、結構ハードな、ね、今年は結構お叱りを受けましてね、今年っていうか2023年度はなんか難しすぎるみたいだね。でも私なんで難しい問題出したのかっていうと、今年絶対ミクロ経済学難しくなると思ってましたから。だって昨年は解きやすかったです。だって微分計算とかさせませんでしたもん。限界便益っていう概念が出てるのに微分計算させなかったんですよ。だから昨年はミクロで点数が高かった。だから玉田先生は、ああこれはちょっともう少し難しくしないと、これは点数が高くなりすぎるぞっていうことで、今年難しくなるって私は確信してましたから、だから難しい問題をいっぱいご用意させていただいたと。でいっぱいコブダグラス型の関数入れてましたよね。なので、まあ、今回コブダグラス型の関数、まあ、解くのちょっと大変だったかもしれませんけど、いっぱいやってたんで、大丈夫だったんじゃないかなってちょっと信じてるところはあるんですけどね。ですみません、次に行きますけど、23ページですね。今度は費用最小化の話ですよね。で費用最小化の条件式ってこれなんですよ。 MRTS イコール K 分の L なんですよ。で MRTS っていうのはこれなんですよ。 MPK 分の MPL なんですよ。これ分かりませんっていう方いらっしゃったのかも分かりませんけど、だけど公用最大化散々やったじゃないですか。公用最大化の条件式って MRS イコール PY 分の PX ですよ。 MRS っていうのは何ですか。公用関数を Y で微分したのが分母に来て、公用関数を X で微分したのが分子に来てっていうのが限界代替率じゃないですか。だから費用最小化だって MRTS、ね、縦軸の K を Y で微分したのが分母に来て、横軸の L を Y で微分したのが分子に来てっていうので、ね、公用最大化の話を分かってれば類推できるじゃないですか。なのでここもやっぱりこの式がちょっと知りませんでしたという方もいらっしゃるかもしれませんけど、公用最大化の話、 MRS っていうのは、ね、MUY 分の MUX です。 Y 剤の限界公用分の X 剤の限界公用です。縦軸の Y で公用関数 U を微分したものが分母に来て、横軸の X で U を微分したものが分子に来るっていうのを、ね、散々やってたところがあったと思うんで、まあ、ここもちょっとできてほしかったのかなというふうにちょっと思ってるんですけれども、いかがだったでしょうかということですね。でそれから括弧の2番ですね、外部性ということ で外部性は後でちょっと見ておいていただきたいんですけど、問題1のところ後で図馬的のところですね、見ていただきたいんですけども、外部性狙ってたんですよね。今年の私のミクロの本命は不完全競争、特に伏線市場と、それからこの外部性だったということなんですけど、外部性の方が出たということで、まあ、外部性本命だったんですけど、ただ外部性とはいえコースの定理を除いては、これ公用最大化の話ですよね。公用最大化っていうのは私の的中答練でもやりましたように、公式使っても解けますけど、きちんとしたというか、そもそもの公用最大化っていうのは微分してイコールゼロってことですよね。山のてっぺん部分っていうのは平らになってるから、微分してイコールゼロっていうのを、まあ、的中答練の第1回目で述べてるんですけども、それを使えば丸1丸2解けるじゃないですか。しかも丸2なんかはもうヒントだらけですよ、ね、丸2、例えば丸2のところで言うと、これね、丸に公用の合計を最大化するように、公用の合計を求めて最大化問題を解けってことじゃないですか。今回の問題は外部性の問題なんですけども、イレギュラーです。イレギュラーっていうか、あんまり見た 見るものあんまり見かけない問題です、ね、そういった意味ではレアかもしれない。
だから玉田先生はレアだからこそ、ね、答えを誘導してくれてるんですよ。もうここまで書いてくれてるわけですから、ね、もう大ヒントだったのかなっていうふうにちょっと私は思ってしまったんですけどね。だから外部性をね、真正面から勉強してた方はなんか使えなかったってことなんですけど、だから外部性ではあるんですけど、本質的には外部性なんですけど、実際問題紅葉最大化が丸1丸2で問われてたということですね。だから微分してイコールゼロとして解くということでありますね。だからこれも、まあ、一問7点であれば、まあ、5点から7点ちょっと取ってほしかったところかなと。解き方をちょっと誘導してくれてるところがありますんでね。で、丸三番の、コースの定理、これはやりましたもんね。コースの定理二要件とかいろいろ、適中等連ですかでやってますんで、よかったのかなというふうに思いますね。以上がミクロですね。だから生産者の理論が出たっていうのがちょっとびっくりしたところだったのかもしれませんけども、ただやっぱり私は良かったと思ってるんですよ。生産者の理論っていうのは供給曲線を導くとても大切な理論ですよ。むしろ今まで平成を通して出なかったことが大問題ですよ、ね、大切な理論です。それが出たっていうのはむしろ私としては良かったのかなと。やっぱりバランスよく勉強していただきたいっていうのがありますから、出ないとやらないじゃないですか人間。だから出て良かったというふうに思うんですよね。で、かつ紅葉最大化の問題が分かっていれば類推してって解けるということで、まあ非常に素晴らしい問題だったのかなというふうに思いますね。では、次ですね。だから、ちょっと点数を言うと、丸括弧1の丸1が4点ぐらい欲しいかなと、括弧1の丸2が7点ぐらい欲しいかなと、括弧1の丸3が5点ぐらい欲しいかなと、全部7点満点ぐらいで考えてるんですけどね。で、括弧1括弧2の丸1丸2丸3が、まあ、7ちょっとそれぞれ欲しいですけど、まあ、5から7ぐらいかなということで、まあ、30点ぐらいちょっとね経済学で解いてほしかったかなというふうに思うんですけども、まあ、先ほど豊岡さんからも豊岡先生からもありましたけども、このもんなんか15時現在時点のですね、ものなんですけども、やっぱり結構今年まあ、少し難しかったというはいえ半分ぐらいできてるとか 7,8 割できてるっていうのが結構こうねここまで来てるっていうことで、やっぱりレックス生は経済学ですね、まあ、結構その散々ね私難しい問題ねお叱り受けましたけども出し続けましたんで、あいつが出してるのよりも真っ当な問題だっていうことでできてくれたのかなっていうふうに、このアンケートを見ても思いました。では引き続きですね、マクロ経済学なんですけども、マクロはですね、何でしたっけ、所感のところでも述べましたように、小松先生今年4年目と、1年目、ね、1年目短期、ね、出してる、2年目も短期、3年目中期、すべて閉鎖経済です。すべて閉鎖経済だから、4年目の今年、開放経済。これ私の大本命です。ね、で、もう一つのストーリー。短期中期だから長期経済成長、これが私の2つ目の本命だった、まあ、本命というか穴埋めというか、ね、大穴というかね、うん、だからソロモデル実は狙ってたんです。だから公開模擬試験の2回目で出した。お叱り受けましたけど難しすぎるってね。だけどそれは何でか、短期中期ですよ。長期出る可能性あるじゃないですか。まあ、開放経済の方が出ましたけどね。だずっと閉鎖経済で出てたから開放経済出るんじゃないのかなっていうのが一つあって、そっちの方が当たりましたけどね。で、開放経済ということは ISLMBP 分析、これが大切と。で、それにひも付くところが金利閉鎖説、購買力閉鎖説、後で見ていただきたいけど的中しております、ね、で、それからジェイカブ効果まで出るかなとかって思ったんですけど、そこは出なかったですね。で、あと何でしたっけ、 IS バランスですよ。IS バランスファイナルでやってますよ、ね、だから結構私は開放経済って思ってましたから、開放経済に関係するところほぼ全て やりましたよ。だからお前論点絞れやっていうふうに怒られましたけど ね、それでもプロですかみたいなね、全部じゃないですかみたいな、全部です。だって開放経済ですから、財市場、貨幣市場、外国為替市場、それを含めて開放経済です、全部です、ね、だからそれは私は全部やりましたけど、ね、でちょっといきますけど、穴埋め問題ですね。
アがね、あの IS バランスですよね。でね、これ分かりましたかね。これ引っかかっちゃった方いらっしゃるかもしれませんけど、あの後でちょっと書きたい方はですね、今ちょっとあの写しておきますけど、あの、あの収録したものがありますから、あの一時停止していただければと思いますけど、今ちょっと当分写しておきますけどね。あの IS バランス式っていうのは財市場の均衡式を変形しますよね。でそれこそさっきね、ちょうど私合格基礎講座午前と午後、5時間やってきましたけど、合わせて5時間やってきましたけど、最後 IS バランスやりました。この式合格基礎講座でやってます。ファイナルでもやりました、ね、でこの式変形して純輸出イコールじゃないですか、ね、で金融緩和政策をしますと利子率が下がります。利子率が下がると設備投資が増えます。設備投資が増えるということは右辺が小さくなります。右辺が小さくなるということは左辺だってイコールなんだから小さくなる。純輸出は減る、だから赤字ということじゃないですか、ね、だからこれも、しっかりと IS バランス式を勉強しておりますから、これをちゃんと、ね、IS バランス式に、ね、ちゃんと戻してですね、与えられている財市場の均衡式を IS バランス式の形に書き換えて、金融緩和で利子率が下がってんだから、ね、利子率が下がってて I が増えてんだから、あ、右辺が小さくなってんなと、イコールだから左辺も小さくなんなと、純輸出がだから赤字だなっていうのがいけちゃいますよね。で、あのこっちは難しかったですよね。イは何かなっていうと1が入ります。だけど1が入るんですけど、これも考えればできるんですよ。小松先生 の問題面白いなって思いました私は、ね、僭越ですけど。どういうことかというと、購買力平価説、総ざらいでもやってます。公開模擬試験でもやりました。2回目です。あ、1回目かね。ああ、ごめんなさい、ファイナルだったかな。あの直前です、少なくともやってますね。で、購買力平価説ってこれじゃないですか。為替レート、名目為替レートっていうのは外国の物価水準分の日本の物価水準、これですよね。で、これを名目為替レート、購買力平価説のこの式を与えられてるこの式2にぶっ込むんですよ。そうすると約分して1になるじゃないですか。だから1なんです。購買力平価説を知ってますかという話ですよ。購買力平価説やってんじゃないですか、総ざらいでもファイナルでもね。だからこの式を入れるだけです。で1になります、ね、そういうことですよね。ですいません、ちょっとあの時間があれですから、ね、そろそろ進まないといけないですね。で、何ですか、穴埋めですね。だからあのまあ、1問2点ぐらいかなというふうに思うんですけど、あはできてほしい IS バランス式です。さっきの合格基礎でもやったぐらいの内容です。いはやったけど難しいですよね。そうは言っても緊張してますから、だから、まあ、ちょっとできなかったかなと。で、うこれはできますね。えこれもちょっとできてほしいですね。で、おも BP 曲線水平、これ常識ですよね。だからやっぱり1問落とすぐらいが理想かなっていうふうに。ちょっと厳しいですかね、すいません、厳しかったら、ますますちょっと嫌われちゃいそうですけども、あのそういうふうにちょっと思っちゃいました、ね、で、小問の丸2の123、ね、これはマンデル・フレミングモデルですよ。私の、的中討論、ね、それからファイナル、これでやってます。もちろん総ざらいでやってます、ね、だからこれはもう本当に、ただね、丸2の12、これ数式使いますから、したがってちょっとなんか数式の使い方間違っちゃったとかってあるかもしれませんから、まあ、6、7点かなっていうふうに思うんですけど、まあ、4、5点減点入れて 4、5点、丸2の1に取ってほしいかなと。で、丸2の3はこれ普通のマンデル・フレミングモデルの金融緩和政策ですよ。これは言ってほしいですね。だから、まあ、6点満点だったら6点は取ってほしいかなと。金融緩和政策 LM 右シフト、ね、利子率上がって円安になって輸出が増えて IS、ね、輸出マイナス輸入、純輸出が増えて IS 右シート、これは完璧に取ってほしいかなというふうに思いますね。で、それから括弧の2ですね。まあこれは難しいっちゃ難しいんですけども、ただやっぱり数式与えられているということで考えればできると。ただね、これも難しいですよね。考えればできるって、それあんた時間いっぱいあるんだからそれはできるでしょっていう、こっちは2時間しかなくてミクロもやんなきゃいけないんですからって、それはその通りで、だからそれを考えるとやっぱり括弧には厳しかったかなっていうふうに思いますけど、ただ円安になってる、円安になってると日本のものが割安じゃないですか。
不動産だって割安なんですよ。だから外国人が買いを殺到してるんですよ。バーゲンセールですよ。だから買い越しなんですよ。不動産がいっぱい買われてるから足りなくなって不動産価格が上がってるんですよ。そんだけのことですよね。であとは数式使って説明してくださいっていうところですよね。ですいません、ちょっと時間が後ろに、先生方が控えてますんで、そろそろ終わりますけど、問題2ですよね。こちらもやっぱり結構やっぱり去年に比べてできてるのかなというふうに思います。つまりやっぱりミクロは去年より難しくなったものの、私が計算問題散々難しいのやってましたから、まあ、結構解けたっていう方が多かったですし、マクロは本当に今年両門ですよ。去年は中期難しいです。同額的供給も、曲線難しいです、ね、中期出ました。だけど今年はマンデル・フレミングモデルですよ、ね、今年はやっぱり私はいけたんじゃないかなというふうに思ったんですけど、アンケート結果見てもやっぱり小松先生の問題難しいっていうふうに言ってるけど、半分ぐらいできたって方までここまでいらっしゃるじゃないですか。やっぱりこれはやっぱり今年はだから難しかったもののやっぱり例年に比べると相当こうねレベルが落ちてて、で解きやすかった、まあ、今年は本当に良問ですから、むしろこの今年のマンデル・フレミングモデルができなかったのであれば、やっぱり勉強不足というふうに、申し訳ないですけど、偉そうなところで申し訳ないですけど、そういうふうに解釈する必要があるのかなというふうに思いますね。基本中の基本ですから、マンデル・フレミングモデルは私の合格基礎でもやる内容ですからね。なので今年の問題は、小松先生の問題は本当に良問です今年は、ね、なのでできなかったらやっぱりちょっと勉強の仕方が少し考える必要があったのかなというふうに、私はすいません僭越ですけど思ってしまいました。すいません、なんかちょっと時間の方も来ておりますけれども、中途半端だったかもしれませんけど、的中情報とかもいろいろ載ってますんで、後ほどちょっと見ていただければと思います。すいません、それから声もお聞き苦しくて、すいませんでした、では、以上とさせていただきます。はい、では、会計学ですね、会計学の方に、移っていきたいと思います。担当はレックス2講師の高坂です。はい、ということでちょっと声が小さくなっちゃうんですけど、ちょっと一応予定としては20分、考えてるんですが、ちょっと最初の10分間ぐらいはちょっと、私から本当にもう申し訳ないなと、問題1外しまして、問題の1番なんですが、ちょっとこれから具体的に見ていきますけどね、ちょっとこれはすいません外しました。問題の1番はで、問題の2はなんとか当てたなという感じで、ちょっとしまったなという感じがするんですが、本当にもうどうやって今日ここに来ようかなと思って、ちょっと皆さんの顔もちょっと見にくいなと、顔合わせのちょっといい、どうしようかなと思いながら来てたんですけども、ずっと風呂場でブツブツブツ、2年前の問題出すことはねえだろうよっていう、一人で風呂場でブツブツ女房にも文句言われてあれなんですが、本当にすいませんね。問題の1番ですね、問題の1番、はい、でちょっとこれから見ていきます。で、初めて受けた人はちょっと分からないかもしれませんが、レジュメではこちらです。45ページ目ちょっと写していきますね、はい、45ページ目で、まあ、てかまあ見なくていいですけども、これはですね、もう一昨年2021年1年前の一昨年ですね、一昨年がこれ実はほとんど同じ問題で出してます。だからちょっとモニター切り替えちゃいますが、この問題スタッフからいただくんですが、スタッフから問題もらった時に最初にそのスタッフの女性に言った言葉が、これ今年のですかって聞いちゃいましたから、いえ先生今年のなんですって、今年のなんですかって、今年のですって、今年のですか、分かりましたっていう答え作りますって、おかしいな、 あれ俺熱くてぼーっとしてるのかなと思って、これ2年前に同じ問題説明したはずなんだけどなっていう、私二次試験からこの試験担当しています。二次試験から担当しているんですが、1年飛ばして同じ論点って初めてです。私の経験でないです、こんなの。しかも同じ先生ですから。ていうか、ちょっとごめんなさい、これ以上言うと、いろいろ P が入りそうなんで、ちょっと気持ちを抑えながら喋らないといけないと、でもなかなか難しいんですが、ちなみに見てもらうと、括弧の5番に至っては全く同じ問題出してますよ。トレーディング目的の棚卸さんってご存知ですか？金地金とかって読むらしいんですね。要するに金の塊です。どんだけ金の塊好きなんだよっていうか、ね、一昨年も聞いてるでしょうよって、金の塊ですよ。金の塊だから、時価で評価するに決まってんじゃんっていう。
で時価で評価して評価差額が出たらそれは当期の損益として、それだけですよ。一昨年も同じこと聞いてる。なんでそんなこと、金の塊ってそんな好きなんですかねっていうおっちゃんですが、もういいでしょうよ。ってか本当にちょっと、まあ、収録してるんで、まあ、いろいろ言えないですけど、あのねえ、もうちょっと他に聞くことないですか。本当にお願いしますよっていう。しかもごめんなさい、あの最初の10分は私の愚痴を聞いてもらうように来てたんで、あのちょっとすいませんね、あの本当に括弧の3番ですが、後入れ先出し法がなくなったら10年以上前ですよ。なんで今さら後入れ先出し法がなくなった理由なんで何を蒸し返してんですかっていう。そんなもの蒸し返されたらさ、受験生対応できるわけないでしょうよって、もうそのとっくに忘れてるわっていう。これ私が大学生の頃ですか、後入れ先出し法っていうのは。削除された理由って言われたって、そんなもん俺に聞くなって感じですけども、それはちょっときついなという感じでした。だからもうちょっと私ざっくり言うと、あの私以前にちょっと先に収録動画で上げてるんですが、ざっくり言った感覚で言うと、おそらく問題1は20点です。50点満点中で、また後で説明しますが、問題2が40点いってくれればなと、合計でなんとかギリギリで60点乗せる。で間違いなく去年より難化してます。ということなんで、ちょっと皆さんの雰囲気、その受験会場の雰囲気分かりませんけども、多分マジかっていう表情がもう全身からそういうオーラが出てたんじゃないのかなという感じがしますので、多分今年は去年よりは平均下がると思いますよ、私の経験でいうと。でちょっと少し詳しく、やっぱりちょっとこれでやめるわけいけないので、何日に来たんだって話になっちゃいますが、ちょっと中身の方を見ていきます。46、47ですね。ちょっとプレゼンター切り替えます。46、47で、ですね、46ページ目の方、各証文ごとに予想配点をつけておきました。ただごめんなさい、外れるかどうか分かりますが、ですね、ちょっと こっちも見ながらで、答えなんか覚えなくていいですよ、どうせ来年出ないんだから。こんなの覚えたって仕方ないですから。ですから、ただ一応空欄補充、これ私2点 ×5 にしました。2点で、多分ですね、これ書いたんですが、私の経験上多分正解できて1個です。先生、この辺のところ市場価格と、まあこの辺かなという感じです。ですから2点 ×5 で、ちなみにこれ本来は空欄補充基準からの抜粋だから別解はなしです、本来は。ただ、さすがに皆さんほぼ壊滅してるはずなんで、三角つけて、あの先生もやっぱり鬼じゃないですから、やっぱりちょっと三角ぐらいはつけとかないとということで1点ぐらいだから、そういう意味で2点にしてるのかな。でこれ実はですね、本当ですよ、本当です。これ最初はこれ書かなくて、違うんですね、本当は私1点かける5にしたんですよ。でこっちを10点にしたんです、丸2番の、括弧の2番で、ね、これ実は括弧の2番があの5つの項目、先入れ先出したとか個別法とかいろいろなやつで、この中で認められていない、定められていないものは最終仕入れ原価法なんですが、私これ最初に10点にしちゃったんですが、ただ冷静に考えてみるとほぼ博打でしょうから、これ多分皆さんは分かんないんでしょうから、多分最終仕入れ原価法なんて知ってる人いないですよ。てか定められてないんだから知ってるわけないんですけども、これの博打で10点をこれでつけられちゃうと、多分これでひっくり返される可能性あるので、私はこれは最初10点かなと思ったんですが、これはやっぱ10はないなということで、5点ぐらいかなというふうに下げちゃいました。ですから、ほぼ皆さん博打でもう1から先です、なんか高坂先生なんか先で下げたら言ってたよな、だから個別法もなんか言ってたよな、そうするともう平均原価法とか、そうすると言ってなかったのが最終仕入れ原価法なのかなということでやると、でもそれもほぼ博打ですから、多分ここは5点ぐらいかな。で、おそらくですよ、おそらく問題をひっくり返した瞬間にこの括弧1括弧2まではほぼ全員壊滅してんだろうなと思いました。で括弧の2番が後入れ先出し法で、この辺から本当これ標準論点なんですけど、何つったって一昨年出てるわけですから、まさかこれをマークしてるってことは。でただおそらく後入れ先出し法もう多分皆さん定義かけてないと思うんですが、まあ、適当です、この場で言うと後から入ってきたら先に仕入れ、もうそのまま言葉をなぞるだけです。後から入ってきたら先に出しますよ、終わり。でも問題です。でただこれがなんで、ダメ、もう10年以上前に後入れ先出しとなくなってるんですが、ただ本当はですね、これもっと詳しく説明できます。もっとあの保有損益ですね、保有利得と言ってますが、保有損益保有利得が一挙に計上されちゃうとか、もっと詳しく説明できるんですが、たった
体4行、5行ですかね、定義も入れて5行で収めなきゃいけないので、こんなの書けるわけないんですよ。ですから私が一番困ったのは、もういくらでも書けるんですけども、どうこの5行で収めなきゃいけないので、5行で収めるとなると、ちょっと どうするって感じなんですが、もうとりあえず事実と違うぐらいでね、要するに後から入ってきたものを先に払い出す、こういうことは普通は事実とは違う。だからその辺だけ書いとけば、要するに事実と違ってるんだから、まあ、現在、まあ、他にもいろんな理由があるんですが、でただ私この辺は15点にしました。15点で多分10点前後、ここでなんとかポイント稼がないとちょっときついなと、15点分の10点前後かなと、私の普段東連採点してる雰囲気でいうとそんな感じで、次あんまりいろいろ言うとごめんなさい、なんかあんまり素晴らしい先生ですからね、この問題作った人は。ですからあれですが、洗い替え方式と切り離し方式、問題見たら分かる、ただ会計処理を聞いてるだけです。どんなやり方ですか、洗い替えて洗い替えるんですよって、要するに元に戻すだけです。で切り離しは切り離すだけです。ですから時価が下がっちゃったら、その下がった後の母価を次の年の取得原価と見なしちゃいますよというだけなんですが、こんなのまともに定義かける受験生いませんから、せいぜいこれ多分簿記をやってた人、大学の時になんとなくうっすらと簿記です、簿記やってるとちょっとやるんですが、なんとなく簿記をやってた人は切り離すって書いてたら、まあ、切り離しはいいんだろうなということなんで、期末に時価が下がっちゃった時はその時価が下がった金額で次の年も切り離しちゃいますから、次の年に持ってきますよみたいな、そんな話なんですが、なんかなんとなくこの辺は多分ぼんやり書いたんだ、だから白紙はないだろうなと思いました。私の経験上皆さんの答案を採点、白紙はないだろうけれども、まともに書けた受験生もいない。だからそうですね、これ私10点にしたんですが、うまくいって半分5点、10点中の5点で、最後なんですが、これどうだったんですかね、最後トレーディング目的も、おととしも同じこと言ったんです、これ私ここでトレーディング目的で、でこれはここです。要するに投資家にとって有用な情報提供する、この辺は何とか入れてほしい。フレーズとしてはやっぱ金の塊ですから、金の塊に関して言うと時価で、市場価格ですね、市場価格って時価です、ですから時価で評価をする、なぜですかと言ったら、その金の塊だから時価で評価した方が我々投資家から見るとその方が有用な情報を提供するということになるでしょうということなんですね。で差額が出ます、時価で評価するってことは差額が出ますので、投機の損益にしちゃいますよという内容なんですね。ただごめんなさい、最初に冒頭で申し訳ないですが、これ予想できませんでした、本当にちょっとカメラ切りで、てかどうなんですかね、私あんまり他の学校はあんまり興味ないって言ったら怒られちゃいますけど、他のライバル校やってたら本当ごめんなさいとしか言えないんですけど、おそらく他の ライバルなんかの予備校さんどういう論点やってるのか私よくわからないんですが、さすがに一昨年のテーマを予想するっていうことは多分どこの予備校さんもやってないんじゃない、やってたらごめんなさいね、うちはやってますよって言われちゃったんですが、あくまで勘で言ってるんですが、おそらく予想してないんじゃないの。そうすると問題値は沈むんですよ。だから多分50点満点でなんとかギリギリかいつまんで、かいつまんでちょこ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 書いて得点を積み増ししていって20点、多分そこまでだろうな、でっていう感じなんですが、であとは次もう一個ですね、資産状況債務ということで、こっちはなんとか当てた、ここは的中取れで当てましたので、資産状況債務ということで、まあ、当てたんですけども、ただごめんなさい、空欄補充は、ちょっとあれだったので、ですね、50ページ目回答例が載ってます、50ページ目に回答例が載っているんですが、ですね、本当にごめんなさい、やっぱりあまりいろいろ言うとやっぱりいろいろね、ちょっと誰が聞いてるかわからないんで、ちょっとあれなんですが、さすがにこの発生確率を空欄に入れられるとこれはきついということで、多分受験生わかんないと思いますよ。ですからでしかも単一、まあ、単一のとか単一とか単一のとか、ね、この辺を、空欄補充で正解で、私思うにこれは今回は私1点にしました。なんでですか、全体のバランスを考えて、でおそらくパッと見た瞬間これ多分皆さんですよ、ほとんど空欄だと思うんで、空欄というか、まあ、書いても多分間違ってるんでしょうから、ということはここに配点振っちゃうと6割に載せられないんですよ。だから多分先生はまずバーッと皆さんの答案見た上で配点決めてる、後から配点決めてるんでしょうから、ここの最初のカッコ1は私の経験上多分ほぼ全員壊滅します。
ということはここに配点なんか例えば私は普段空欄ってかける2にしてるね、2点にしてるんですが、2点やっちゃうとこれだけで10点になっちゃいますから、そうなるとほぼ皆さんこれ多分壊滅してるんですよ。壊滅してるで、壊滅してる問題で10点振られちゃうと厳しいということで、私だったらこれ1点にしておきます、もう1点にしますよということで、でここはだからもうなかったことにすると、もうなかったことにしておいて、こっから先でこの辺になってくると一応レックの討論だとか必修論点、総ざらい講座で扱っているテーマになりますので、資産状況債務というのは取得とか検査とか通常の使用によって発生する。で基本的にここで止めてもいいですよ、うん、全然いいです。 2行しかなかったはずですから、もうこのぐらいで止めといていいです別に。でちなみにですね、皆さんどんな文字で書いてるのか分かりませんが、私56歳なんですけど、もう皆さんちっちゃい字で書く人いるんですが、だんだん老眼はまだ入ってませんけども、あんまりちっちゃい字で書くと見にくいということで、だんだんイライラしてくる人で、大学の教授ですからね、私よりお若いんでしょうけど、あんまりちっちゃい字で書かれるとイライラしてくるんで、このぐらいの1行を少し大きめの字で書いたら多分2行にわたるんでしょうから、もうそれぐらいでいいですよ。ですから実際本番の試験では少し大きめの字でここからここまで、であとはこれ除去って何ですか、除去の対応ですね、この辺はやりました、普段の講義でも除去でやったんで、具体的な売却で、これ具体例も挙げないとダメですよ、具体的にという具体例まで含めて、ここは4行ぐらいありますから、状況って何ですかということでここは挙げといて、 できればその後転用とか用途変更は除去には当たらないということで、その辺まで基準には出てますので、やっぱこの辺までしっかりとここは書いてほしい、ここはなんとか得点できる。で今度次、これはどうだったんですか、できましたか、ごめんなさい、こんなこと聞くんだというまた怒られちゃいますけど、やり方はというと、やり方の方法はこれ資産負債の両立ての処理なんですよ。ですから制度上は資産除去債務というのは資産と負債の両方に計上するというやり方なんで、資産負債の両立て処理という感じなんですね、いいですよ。でなんで資産負債の両立て処理なんですか、で実はもう一つ括弧ごめんなさい丸四番ですが、もともと引き当て金という考え方もあったんですよ、資産除去債務で引き当て金はダメで、それは丸の四番なんです、要するに引き当て金という考え方もあったんですけど、これはダメですよ。でなんでダメですかということで、引き当て金ちょっと先に4番やっちゃうと、なんで引き当て金がダメなのかっていうと、ここですね、全額が貸借対照表には計上されない、要するに一部だけなんですよ、将来の除去費用ですね、将来の除去費用の一部しか計上されないということになっちゃって、これじゃやっぱり足りないだろうということなんで、引き当て金ね、引き当て金を計上するということは全額を将来の除去費用ですね、将来の除去費用もうこれ法律で決まってたりするわけですから、法律で、決まってますから、将来の除去費用ですね、これを全額計上してほしいんですけれども、引き当て金だと一部しか計上されないので、これじゃやっぱ足りないっていう形なんだから、引き当て金はダメということになるんですね。で4番でだから戻っちゃいますが、資産負債の両立て処理にするんだということで、環境に対する意識の高まりとかなんかいろいろで、これも私これ最初入力してたんですが、どう考えても行が足りないんですよ。ですからごめんなさい、他のライバルこと予備校さんどこまで詳しく書いてるのか分かりませんが、これもまともに詳しく書いてたらとってもじゃないですけど、全然行数足りなくなっちゃいますので、どこまで書けばいいのかということで、なかなか判断が難しいです。そういう意味の判断は難しいです。ですから、一応、ちょっとこんなのいいですよ書いてもらって、国際でよく皆さんよく書きません、ただいいんですけど、皆さんの取れ見てると、何でもかんでもとりあえず国際的なコンバージェンスを測る、何でもかんでも国際的なコンバージェンスを測るとかということを書く人いるんですが、ここでは書いていただいて結構なんですが、ダメですから、論点によって違いますから、今回のケースは国際的な会計基準とのコンバージェンスを図るという意味で、資産負債の量、もちろんこれは根拠としては正しいです。ですから、資産負債の量立てで、この辺もちょっとある程度、完璧でないにしても丸3番ですかね、丸3番あるか丸4番、引き当て金の処理でね、この辺、それから最後5番ですね、これもやった覚えてますかね、無リスクの割引率を使うんですよ。で、なんで無リスクになっちゃうんですかということで、リスクを背負ったらダメなんですかと、ダメなんですよ。ですから、なんでダメなんですかって、だってリスク背負っておかしいでしょって。何がおかしいんですか先生。だって考えてください。資産除去債務って将来の除去費用ですね。将来の除去費用を払えないかもしれないって言ってる。
いや払えないかもしれないって言ったらそんな建てちゃダメでしょうよ最初からそういう建物は。ですから除去債務、将来における除去費用を今もう債務として認識しちゃうよ。将来例えば30年後に除去費用がかかるんですね。その30年後に除去費用がかかるということは分かっちゃってるわけです。だからそれはもううちの会社債務になっちゃうんですが、それが払えないかもしれない、そんなことを考えてたらダメなんですよということなんで、そもそも不履行の可能性なんて入れてたらおかしいでしょということなんです。だから無リスクというリスクを背負わせちゃダメなんですよとか、他にもいろいろ根拠があるんですが、この辺はやっぱりで、ちょっともうそろそろあれなんですが時間ですね、おしまいになりますが、私が思うにちょっと問題の2番なんですが、空欄保持は多分適当に書いて1個ぐらい当たったという人はいるかもしれませんが、ほぼこれ全員壊滅します。で問題は括弧の2番以降で、この辺は多分6割から7割ぐらいの出来で各小問とも行くんじゃないのかな。そうするとやっぱり30点から35点、うまくいって40点、きちんと覚えた人は40点、私は多分その辺が現実的、まあ、レックの受験生としては30点、やっぱり30点は取ってほしいなという感じなんですが、30点から35、まあ、きちんと覚えた人はうまくいくと40点ぐらいまで、多分そのくらい、そうすると、大体トータルでいうと60点近くいくのかなという感じです。で、一応私の方からそれぐらいになるんですが、ちなみに来年の話をすると鬼に笑われるなんて言うんですが、ちなみに来年は、まあ、皆さんに言うと失礼に当たるのかもしれませんが、来年は今年の試験員交代しない予定ですよということなんで、今年の試験ですね、お二人ともまだ来年まだ続きます。ですからそうなるともう私正直来年のこと考えてますから、来年何が出るのかと、もう来年のこと考えてるんですが、だから来年は今年の試験が継続するはずです。ということは今年出たテーマは出ないということなんで、範囲が絞られるんですよ。ですから来年です。でちなみに再来年になると試験交代しますよ。だから再来年まで引きずっちゃったらまた試験員が変わりますんで、またゼロベースで全部やんなきゃいけないって形になっちゃうので、来年は会計学は今年の試験員そのまま引きずるはずですから、例えば今年出た、まさか棚卸さん出ないと思いますよ。棚卸さんとか、それから資産除去債務ですね、ですから去年出たのれんだとか、その辺はもう全部飛ばしていいんだろうと思いますね。来年は今年の試験員が続くということで、今年出た問題はやらなくていいということになるはず。再来年まで行っちゃうとまたご破産になっちゃいますね。なんとか、まあ、今年ちょっとやっぱ先生うまくいかなかったわという人はちょっと来年で決めてもらわないと、再来年まで引きずったらちょっとまた会計学は、まあ、また全部一通りやんなきゃいけなくなっちゃいますね。まあ、ちょっと皆さんどれくらいできてるのかわからないですが、私からの所見というのはそんな感じです。ということでそろそろ、私からのコメントをおしまいにして、あともう最後ですね、最後ということで、川原先生の方にバトンタッチをしていきたいと思います。はい、はい、では鑑定理論を担当しますレック専任講師の川原です。ではお手元鑑定理論の方のレシメ準備してください。はい、では表紙めくって1ページ目から確認していきます。はい、1ページ目開いてください。じゃあ論文問題1から確認をしていきます。では下、合格答案の指針というところですね、そちらをちょっと見てください。で問題1は総論第3章ですね、建物の個別適用について、総論第7章原価法との関連を問うですね、そういった問題が出ています。で次、留意事項の暗記の精度が点差に現れる問題であるが、個別適用因が指定された場合には留意事項が勝負どころになると指摘していましたので、合格者レベルではその点での差はねつかなかったのではないかなと思っています。問題2の土壌線の留意事項もそうなんですけど、3章個別的要因が出された場合にもズバリ留意事項の引用です。これがしっかりとできるかどうかは語気を分けます。それしっかり指摘していますので、さすがに3章の留意事項は皆さんそれなりにですね準備をしていたと思います。なのでその点での差はですね、まあ正直つかなかったんじゃないかなと思っています。で差がつくとすれば、レジュメに戻っていただきまして、差がつくとすれば原価法との関連の論点となりますが、直前のファイナル模試で、まあ、取材していますので、レック受講生ならば、まあ、それなりの対応が、ね、できたんではないかなと思っています。維持管理の状態、あとは設計設備の機能性ですね、いずれについても原価法における反映ですね、直前のファイナル模試で出しましたので、それをしっかりと復習していれば、まあ、それなりの、ね、回答が書けたんじゃないかなと思っています。で1点だけ要注意なのは、なお書き、なお維持管理の状態の反映について、再調達原価の査定で反映するとの記述は減点もありうる、これミスとなってきます。
維持管理の状態メンテナンスというのは建物を建てた後の話ですからね。これ3位調達原価には影響しません。これ担当の本試験のところも引っ掛け出ています。で、これね講座でも説明しましたんでそこ書いちゃうと私試験ならばちょっと減点もしてもおかしくないです。それぐらいのミスですのでそれだけが一応要注意ということになってきます。で最後論文4問の中でも確実に点数を、ね、積み上げなければならないですね。そういった問題が問題1ということになってきます。で少しだけ回答例を見ていきますと、では2ページ進んでください。はい、で下小問の3見てください。2ページ下小問の3見てください。原価法における反映ですね。で縦位置で原価法の定義で上位外の建物の再調達原価標準的な建設と数字の付帯費を加算して求めるんだ。さらに原価修正ですね、物理機能経済的要因に基づいて原価修正を行っていくんだ。上位外に示した上で縦に見てください。設計設備等の機能性については建物の建設費に影響を与えるためまず建物の再調達原価の査定において反映するですね、グレード以下によって建物の建設費異なってきますよね。つまりこの標準的な建設費に影響を与えますので、つまり建物再調達原価の査定においてまずは反映する。さらにまた書きまた設計の不良型式の疾患設備の不足能率の低下等の等は機能的要因を続く原価として原価修正によって反映していきます。設計とか設備という言葉が出てきてますよね。なんでこれ機能的要因の持つ具現化ですね。これをしっかりとこの基準を引用して説明してほしかった縦にということになってきます。で縦さん維持管理の状態については建物の原価の度合いに影響を与えるため特に物理的要因不動産を使用することによって生ずる間密破損時の経過自然的作用によって生ずる老朽化等に基づく原価として原価修正によって反映していきます。破損とか老朽化って言葉が出てきますよね、文言が。で、あの上のこの縦2のところのこの留意事項のところを見ていただきますと、縦位置ですね、縦2ですね、あの維持管理の状態の留意事項で、破損とか老朽化ってフレーズが留意事項出てきてますよね。なんで、その重要フレーズを踏まえて、この物理的要因に基づく原価として特に反映していくんだってことですね。こういったあたりしっかりと引用してほしかったんだということになってきます。で、直前にも出してますし、留意事項が勝負どころと言ってますので、この回答例からするならば、ね、そうですね、まあ、8割ぐらいは記述してほしかったのが、この問題値ですね、一応合格ラインとしましては、8割ぐらいを書いてほしかった、そういった問題が、まあ、確実にですね、まず問題値で点数積み上げてほしかったのが、問題値ということになってきます。で、4ページ、この問題に移っていきます。合格答案の指針見てください。本文は総論第3章土壌汚染の有無及びその状態題材として5章ですね、鑑定評価の条件、あと8章ですね、価格形成要因から除外して評価を行うことが可能な場合について特に要件論中心として横断的な理解を問うですね、そういった問題が出されています。で次のある句、鑑定評価の条件については土壌汚染を題材とした自然の可能性を指摘しており、必修論点総ざらい構造において除外の場合も含めて扱っているため、レク受講生ならば十分な回答が作成できたのではないかと思っています。あの次条件が出るとするならば土壌汚染絡みが危ないですよと指摘していますよね。で必修論点総ざらいで除外の場合も含めて出してますので、そういった意味ではそれなりの回答が書けたんじゃないかなと思っております。で、レジュメ次なんです。なお、小問さんにおける要件の違いが、説明がポイントになりますが、担当本試験でも繰り返しも、ね、問われている典型論点なので、実現性の要求を丁寧に説明することがポイントですね。やっぱりこの、実現性が必要か不要かってことですね。それをしっかりと記述してほしかった。あの、これ、合格基礎テキストにも、この論書が載ってますので、ぜひですね、この要件論の違いをしっかりと説明してほしかったということになってきます。最終2行、ボリュームのある問題であるため、2ページの回答用紙にバランスよく収めるための答案構成力も試されている、まあ、そういった問題と言えます。あの、小問2以降は、これいろいろ書き方があると思うんですね。これあくまで私が作った模範解答例なので、この通り書けなくてもいいです。いろいろね、小問2以降は書き方があると思います。ただ、結構ボリュームがあるので、2ページ以内にこうバランスよくですね、まあ、収めていくための、まあ、答案構成力というんですかね、論証力、そういったものも試されていたのが、この問題2ということになってきます。で、解答例ちょっと見ていきますと、5ページ下、小問の2見てください。
はい、縦に小物に見てください。で、縦位置の冒頭で大正不動産に土壌汚染が損することが判明している場合の調査相当条件の設定が小物2で問われてますよね。で、この大正不動産について土壌汚染が損することが判明している場合、このフレーズというのは8章、不明事項が損する場合の取り扱い、それを土壌汚染に当てはめた内容が各論1章の留意事項で示されています。その各論一章の留意事項のその留意事項のタイトルを見てほしいんですけど、それは大正動作について土壌汚染が損することが判明している場合の鑑定評価ってタイトルです。なのでこの問題文はやはりこの各論第一章のこの留意事項をある程度前提とした問題文になっているんですね。なのでその留意事項をある程度ベースにして回答を書くと、やっぱり第二に即した論証で、この場合調査員等条件設定するというのは原則例外論でいうとこれ例外論です。で、例外論が聞かれた場合には一言でいいのでまずは原則論から入るということ、つまり原則としては他の専門家の調査結果等を活用するんだ、これが原則だってことです。ただ下から3行目、ただしこの場合でも条件設定にかかる一定の要件満たすときには想定上の条件、調査相当条件設定することができるんだ、例外論ということです。まずは一言原則論から言って、で5章の要件さえ満たせば調査相当条件設定することができるんだ。じゃあ5章の要件というのが中心論点ですよね。6ページ移っていただきまして、まずは上位概念として調査相当条件の意義ですよね。で、できれば一言冒頭、この土壌汚染の有無、その状態がこの特定の化学形成要因の代表例一つなんだってことですよね。本文具体例として土壌汚染が挙げられてますので、これ特定の化学形成要因の一つなんだ、代表例なら示した上 で調査相当条件設定する場合には主な取り扱いとしましては縦に最終行除外ですよね。主な取り扱いとしました除外することができるんだ。まずは調査相当条件の意義を示した上 で中心論点要件論ですよね。要件としては1要件ですね。縦3、3行目。鑑定評価書の利用者の利益、害する恐れがないですね。この1要件です。で、具体的に調査等条件については、どういった場合に恐れがないのか、留意事項で具体例が挙げられてますよね。で、すべて挙げても決して間違いじゃないと思うんですけど、先ほど言った通り、この問題は2ページの回答用紙にうまくバランスよく収めていくというのが結構ポイントなので、5つの具体例全部挙げちゃうのは、ちょっと個人的には、書きすぎかなって気はします。なので、まあ、1、2個ですよね。この問回答例は1個挙げてます。例えば不動産の売買契約等において土壌汚染等の特定の関係性のかかる契約当事者が取り扱いが約定されている場合ですね、まあ、1つ2つぐらい具体例挙げて恐れがない場合設定することができるんだ、まあ、こういったねバランスを考えた論証なんかもしてほしかったんだということになってきます。あとは除外の場合ですかね、小問の4見てください。除外できる場合としては原因や因果関係が明確でない場合と短所可能性すら確認できない場合ですよね。でぜひ、まあ、加点自由的なんですけど、多分この試験員は想定上の条件だったり調査相当条件をですね聞いているので、それとの違いをですね示していただくと、これやっぱねこの出題者の意図に沿っているこの名を書き、なおこの明確でない場合、短所すら確認できない場合、除外というのはあくまで価格形成要因の事項に関する鑑定士の判断なんだ。土壌汚染であるならば、土壌汚染のあるなしという判断ではなしとすることができるですね。そういった取り扱いであって、あるんだけど影響がない状態を想定する想定上の条件だったり、あるんだけど考慮外とする調査等を条件設定する場合とは取り扱いが違ってくるんだってことですね。ぜひこの違いですね、これは必修論点総ざらいでも、ね、丁寧に説明してますので、これ説明できると多分、ね、結構出題者はこう、ね、書いてほしいと思っていたと思うので、結構点数がもらえるこれ加点自由ということになってきます。はい、で今度7ページ移ってください。はい、じゃあ問題3確認していきます。はい、さあ合格答案の指針、本問は総論第6章地域分析について、あ、ごめんなさい、問題に一応合格ラインいっていきますね。一応全受験生という意味では多分6割ぐらいが合格ラインだと思います。
ただレック受講生ならばこれ必修論点総裁講座でも扱ってますので、まあ、頑張ってちょっと7割ぐらいは取ってリードしてほしかったなというのが、まあ、個人的な希望ということになってきます。6割取れてれば、まあ、差がつかないと思います。7割かけてれば結構リードできるんじゃないかな、そういった問題ということになってきます。はい、すいません、7ページ移ってください。では問題3、問題3は合格答案の指針総論第6章近隣地域について4章、変動の原則との関連も踏まえて留意事項の理解を問うですね、そういった問題でした。で次の6、近隣地域に関する利益事項については手薄になっている受験生が大半であったと考えられるが、必修論点総裁講座において近隣地域の問題を扱っているので列挙受講生ならば守りの回答が、まあ、作成できたのではないかと思っています。細かい留意事項も絡めてこの近隣地域の問題総裁で扱ってますので、それをしっかりと復習していれば、まあ、それなりの守りの答案が列挙受講生ならば、まあ、書けたんじゃないかなと思っています。で次の6、証文に講座の題は近隣地域の地域分析の留意事項で ④ の引用と考えられるが、その部分が穴になっていたとしても標準的仕様の動態的な判定等の記述で対応すればしっかりと点数がつくと思います。近隣地域の地域分析の留意事項の ⑤ ってこれなかなか結構抽象論で暗記大変ですよね。私も受験生時代は一番暗記苦労した箇所ですね。私の受験生の頃からもありました。なんであそこをしっかりと暗記できている人はなかなか、ね、いないと思います。だから引用できればすごいプラスになると思うんですけど、仮にあそこが引用できないとしても近隣地域の地域分析できる何かしらの動態的な判定を書けばこれ回答になるわけです。で近隣地域の地域分析というのは言い方を変えれば、まあ、標準的仕様の判定です。なので標準的仕様の動態的な判定はこれ総ざらいでも扱っている基礎論点です。なのでそれを迷った時には基礎から何か書けないのかなって判断して、この標準的仕様の動態的な判定なんかを変動の原則を活用して判定するんだみたいな形で書ければこれ十分に点数乗ってきます。あとはこの模範解答例は示してないんですけど、あの1章ですよね、不動産の価格の特徴の3番ですよね、不動産はね、地域は常に変化するんだってそういう基準がありますので、この価格の特徴の3番なんかも引用して、だから近隣地域の特性も変化するので近隣地域の地域分析においては変動の原則を活用してさまざまな事柄について動態的に判定するんだみたいなことも書ければ全然点数がついてきます。とにかく白紙にせずに近隣地域の地域分析における何かしらの動態的な判定を示せばそれ回答になります。 できればやっぱり標準的仕様の判定というのはこれ基礎論点ですので、この基準をしっかりと引用して記述できると、まあ、十分な回答になってくる、まあ、そういった論点ということになってきます。で最終行、穴のない学習が求められる問題なり、論文4問の中でも結構ね合否を分ける問題だったんじゃないかなと個人的に思っています。いかに守れたかって感じですかね、そういった回答ということになってきます。一応回答を見ていきますと、じゃあ9ページ見てください。証文さんですよね、近隣地域の範囲の判定にあたってこの自然的状態にかかるもの人文的状態からそれで2つで、必修論点総ざらいではこのあの河川とで丸2、人文的状態もこれあの行政区域ですね、これ挙げてますんでこれはなんとか書けたと思うんですよね。でこの総ざらいの時でも説明しましたが、こういった細かい留意事項は一言一句丁寧に暗記してなくても全然問題ないです。でこれ書いてる内容大したことないので理解さえすれば自分の言葉で書けますよって説明しましたよね。川幅が広い河川は地域の一体性分担するんだ、これ別にイメージできますよね。でこれを引用すれば道路も同じ理由です。幸福院の道路は一体性分担します、同じ理由です。同じ理由でも全然いいです。異なる理由のものを挙げなさいなんて書いてないので全く同じ理由全く問題ないです。道路挙げれますよね。さらにこの山岳丘陵もほぼ同じような理由です。なんでこの地域の一体性分断するんだってことがねこう理解できてれば、ああ河川道路、まあ、丘だったり山もそうかなみたいな形で何とか書けますよね。理解さえしてれば大したこと書いてないので、なんでそういうふうに理解をね踏まえて対応してください、説明してますので、そういった対応ができていればそれなりの回答が書けたんじゃないかなと思っています。なので合格ラインとしましては全受験生という意味では、
まあ、6割かければ十分だと思うんですけど、必修論点総ざらいで扱っているので、レック受講生ならば頑張って7割取れればリードできます。この問題7割取れれば十分にリードできるですね。そういった問題ということになってきます。では問題4ですね。11ページ進んでください。はい、11ページ合格答案の指針、問題4は各論第2章建物およびその敷地の継続賃料の評価を場面設定にして、総論7章、佐賀海文法利回り本事会等ですね、そういった問題が出されています。ずっとここ数年ですね、継続賃料危ない危ないですね、まあ、他校さんも含めてずっと言ってきましたん でやっと出たなって感じですね。そういった問題です。第2難題、公開模試において建物およびその敷地の継続賃料の評価出していますので、小問に1まではしっかりと対応できたんじゃないかなと思っています。ただ1点だけ、なお本問は事例が設定されているため、賃貸人等に帰属する部分の判断において当てはめ的な論証が示せると深い理解をアピールできると思います。やっぱり問題文で丁寧に事例が設定されてますよね。これやっぱ出題者の意図としては当てはめ的な表現を、ね、してほしいって意図だと思います。まあ、ただ簡潔にって指示なんですよね。賃貸人等に帰属する判断、簡潔に、簡潔になるに当てはめ書くというのと矛盾してるんですけど、ただこういった、ね、事例をかなり細かく設定するので、当てはめ的な、ね、説明ができると、まあ、加点自由ですね、まあ、深い理解をアピールできるということになってきます。で次の欄、小問に丸には現場思考型の問題であり、繁華性の程度、清水の動向といった説明しやすい商業地域の地域を挙げて白紙にすることなく説明できれば大きな差はつかないものと考えられます。まずポイントは、問われているのは商業地域の地域要因なんだということですね。これもしっかりと認識することです。その中でも例えばこの模範解答例は、この繁華性の程度、清水の動向とか、あとは説明しやすいのは商業配合地とか顧客の質素量とかですね、とにかく説明しやすいものを挙げることが重要です。でそれさえ挙げれば説明内容はもうなんか日本語として成立すればもう丸です。なんか内容以下で点差になるとかそういったところじゃないので、しっかりと商業地域の地域を説明しやすいものを挙げて、で自分なりに日本語として整理しているように説明ができれば全然点差つかないですね。そういった現場思考型の問題ということになっていきます。で最初ではなく、正文さんは利回り法で次第が予想されていた継続賃料利回りの論点ではなく、一昨年の本試験でも指定された基礎科学の論点が指定されており、やや穴になっていた受験生も多かったのではないでしょうか。公開模試でも、ね、やっぱ継続賃料利回りの論点を出してましたので、基礎価格はちょっと、ね、私も手薄になっていました。一昨年積算法の問題なんか出てますので、ちょっとやはり、ね、ちょっと、ね、マイナー的な感じになっていました。ただまあ問われていることは基礎ですので、まずは7章家賃の場合の基礎価格に関する留意事項を引用した上で、もうズバリポイントはこのスケルトン貸しとの問題文のキーワードを踏まえて各論第2章の留意事項を引用できたかどうかポイントです。この問題4で一番重要なフレーズは10ページ問題文1行目、格書き、商業地域内のスケルトン貸しの店舗ビル、ここが最も重要です。もうね、マーカーしてもいいぐらいです。問題文で括弧書きで示されているのは、それ試験員取材者の意図から色濃く反映されています。なのでもうそこはもうしっかりとチェックしなきゃダメです。回答を書く前にもう一度問題文の括弧書きだけでも確認してもいいぐらいです。そこに出題者の意図が示されています。この問題も商業地域のスケルトン貸しですよね。だから商業地域の地域を挙げなきゃいけないですし、この基礎科学に関する留意事項としましては、もうズバリこのスケルトン貸しの留意事項をしっかりと引用すれば、まあ、それなら点数がついてくる、まあ、そういったこれ問題ということになってきます。で12ページ回答例進んでいただきまして、では、証文に丸1ですね、真ん中あたり見てください。で縦のところ、賃貸人等に帰属する分の判断というのはまずしっかり基準を引用して、一般的要因の分析、地域要因の分析、さらには契約内容、契約締結の経緯等々に関する、まあ、個別分析ですね、マクロからミクロという分析によってしっかりと判断するんだ。で要件定立した上で、
縦に講談を見てください。座学部分の配分にあたっては安易に2分の1小等によるべきではないが、本文においては契約内容は一般的なもので、特筆すべき契約締結の経緯等はなく、直近51年以降の一般的要因、地域要因の変化により差額が発生しており、契約当事者間に起因しない事情変更が差額発生の原因であるため、契約当事者間の公平の観点から2分の1を等によることも妥当な判断と考えられる。これ当てはめです。しっかりと一般的要因、地域要因で契約内容、契約締結の経緯、そういったフレーズを使って当てはめてますよね。で、これ覚えてますかね、あの必修論点総題で継続陳情の演習の問題を出したときに2分の1を採用してるんですけど、なぜ2分の1が妥当なのか当てはめをさせる、そういった問題を出しています。そのね、当てはめ表現を覚えてればほぼ同じ内容です。これ同じ内容です。なので、その必修論点総ざるの演習問題で、記述問題で書かせた2分の1を妥当なんだって、そういった当てはめの文章を覚えていれば、ここもほぼ同じような場面です。これなので2分の1を妥当なんだって、こういったね、当てはめ的な表現で加点も狙いたい、とそういった問題ということになってきます。で、あとは13ページ証文さんですね、基礎価格に関する留意点としましては、この模範解答例はまずはね、求める手法としましては原価法取引事例2章なんだ、さらには丸2、家賃の場合現状に基づく利用前提として基礎価格を求めるんだ、さらにこう丸3、スケルトン貸しですよね、特に丸3、丸2、丸3ですかね、このあたりをしっかりと引用できれば、まあ、十分な回答になってくるということです。なので、まあ、問われていることはそれほど難しいものではありません。で、あの現場思考型の問題も商業地域の地域要因の論点なんだって気づけば、そんなにね、書くべき内容は、ね、難しいものではありませんので、そうですね、なんとか7割ぐらいは取ってほしかったのが問題4ということになってきます。で、問題なのは演習ですよね。ラスボスで皆さん苦労されたと思うんです。で、演習ページの24ページ開いてください。演習ページの24ページ開いてください。はい、演習ページの24ページ、合格答案の指針、令和5年度の演習問題は貸屋敷の評価が出されています。で、原価法適用過程において会話法を適用させるという点では、これ平成25年度の本試験問題の焼き直し的な問題といえます。で、続きレックでは会話法を適用させる貸屋敷の評価の問題を的中答例4回目で出していますので、処理の流れ自体はしっかりと準備できていたと、ね、思われます。的中は DC 法でしたので、それよりも処理の流れ自体は難しくなかったと思うんですよね。ただです、ただしかし事例選択に悩む点、応用的な処理が数多く含まれている点、見慣れない資料の呼び込みに苦労する点では、内容としては非常に難易度が高い問題であったと言えます。こういちいち引っかかりますよね。やっぱり解くのに苦労する難易度の高い問題だったと思います。で、次になると、演習が得意な受験生であっても最後まで処理することが困難な問題といえ、収益還元法の途中で終了した方が大半とって考えられます。で、本文のような難易度の高い問題においては最後まで処理できないこと自体は問題じゃなくて、応用的な記述問題や処理をある意味戦略的に飛ばして、いかに部分点を拾っていくかがポイントとなっていきます。なかなか最後までは厳しかったと思います。一応ね、内容言っていきますと、まず記述問題はちょっと半分ぐらい正解してほしかったですかね。記述問題ですね、半分ぐらいで、基準価格はあの対象地の個別適用の評定が難しかったですよね。家で冷静にやれば解けると思うんですけど、あれいきなり現場でやれって言われてもかなりちょっと焦っちゃいますよね。かつあの問題のミソは不正形の評定を求めた上で可動地と相乗積するっていうもうワンクッションありますよね。これすごい大変ですよね。あの別のところに書いてあるので、個別分析のところに可動地 3% で資料としては不正形なので、不正形のところで処理しちゃうと、それだけで終わっちゃうんですよね。
で不整形として求めた評点と角地の評点の頂上積も最後やってやっと98って評点が出るので、これ非常に難しかったと思います。だからこれ自体がミスしたとしてもまあね、しょうがない、差はつかないと思います。逆にできればリードだと思います。ただこれ評点、対象値の評点ですよね。つまり事例2つから求められた結論、あと乗り順科学、この3つの計算結果すべてにこれ連動してしまいますよね。じゃあ全部間違っちゃう、全部ね点数が取れないかというとそんなことはなくて、多分評点が間違っていても適用過程、適切な事例が選択できていて、それぞれ適用過程があっていればある程度の部分点で取れると思います。なんでしっかりと結論出すってことです。分からなければ概算でなんかね適当な数字入れるってことです。結論が示されていないと部分点上げようがありませんので、とにかく例えば開発法の結論から逆算してだいたいこのあたりがターゲットどうなのかなって判断して、で逆算的に対象値の評点を適当に入れるとか、そういった形でとにかく結論を書いておかないと部分点もらえないので、とにかく飛ばす、もしくは概算適当に入れる形で、計算過程をしっかり最後まで示しておけばそんなにね減点はされないんじゃないかなと思っています。で開発法は、まあ、正直ノーミスで仕上げてほしかったです。分譲事例の選択ちょっと悩んだと思うんですけど、まあ、ベータはね一応選んでほしかったので、それさえ選べれば開発法自体は処理は、ね、簡便でしたので、開発法は、まあ、ノーミスでやってほしかったです。で原価法ですよね。原価法も一体としての原価修正も過去の本試験で出てますし、実践答練でもね出してますので、そこも含めて原価法の適用過程はやっぱりノーミスですね。で当然批准を間違えると土地の再調達原価の結論間違っちゃうんですけど、これ多分ですね連動させないと思います。ここ間違っていても原価法の適用過程ですね合っていればほぼフルで点数くれると思います。で原価法の適用過程はほぼノーミスでいってほしいところで、収益還元法ですね。まず運営収益はやっぱりノーミス、ワンミスぐらいですかね。定型的な処理です。で難しかったのが運営費用ですよね。維持管理費と水道光熱費、私もこう速報を作ってこうなどういうことを意図しているのかな。多分私の回答例は需要を除いた直近7ヶ月間の実績ですので、7ヶ月で割って需要を除いた面積で割って、でそれを今度需要を含んだ面積をかけてかける12ヶ月をするという処理が求められていたのかなと思って、一応そういった回答例にしています。だからこれも合っているかどうか分からないです。なのでそこ自体がミスもしくは飛ばしても全然問題ないです。で多分運営収益、運営費用の途中ぐらいのところで終わっている人が多いんじゃないでしょうかね。で運営費用難しかったですよね。例えば、現状回復費とか、あれ住宅部分の面積だけ使わなきゃいけないとか、ちょいちょい引っ掛けがあるんですよね。なんで、まあ、一応開発をできればノーミスで、原価法の適用過程もノーミスで、運営収益もできればワンミスぐらいやってれば多分それ60点以上それ取れると思うんですよね。で当然皆さん何かしらミスがあると思うので、一応合格ラインとしましては最終2行、演習が得意な受験生も含めて大きな点差が開かない問題といえ、合格推定点は一応5、6割だと考えています。類型的な難しい問題とか単純にボリュームがある問題ですと、演習のモンスターみたいな人がいるんですけど、そういった方はかなり点数取れちゃうんですけど、今年のような初見論点が多かったり資料の見込みが難しい問題は、演習のモンスター的な方でもスピードアップはなかなか難しいです。なのでそういった方も含めても多分ですね、演習は大きな差がつかない。演習って問題によっては合格者の中でも前後40点ぐらいの差がついたりするんですけど、多分ね今年の問題は20点ぐらいのゾーンでこう固まってくるという感じで、で一応一昨年の合格者の大体平均点が50点台中盤ぐらいだったんですね、一応レックで調べると。なんで多分それぐらいだと思います。なんでまあ6割前後って感じですかね。それぐらい取れてれば差はつかないですね。そういった演習問題ということになってきます。はい。であとは皆さん受かったら、実務修習とね得て最終的に鑑定士になりますので、十分合格されている可能性あると思いますので、実務修習のことを考えるべきです。で実務修習の仕方は大きくですね3通りです。まずは就職転職をして、その就職転職先で働きながら実務修習を受けるというのが一つ選択肢。あと
今の仕事を続けながらですと、まずはこの大島先生のところみたいに実務修士に特化して受け入れてくれる事務所があるので、そこで実務修士を受ける。あとは関東ですと明海大学さんが実務修士の受け入れ先です。この3つですね、転職就職で、その、ね、転職就職で実務修士で、今の仕事を続けながらならば、大島先生のところから大学って感じです。で、大島先生のところも大学もそれだけ枠がありますので、まあ、早め早めに問い合わせをする。で、就職転職活動はもう直ちに行うべきです。大手の官邸事務所なんかはもうね、説明会の日程とかも、ね、行っているところもありますので、早め早めに就職転職活動は、発表後では遅いですからね、合格を条件に内定が出ますの で合格後に最終面接 で確定って感じですので、早め早めに就職転職活動ですね、行うようにしてください。はい、では、2023論文本試験を切るですね、ガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。